モグラ叩きを転用したエレメカワックエモールドックモグラ叩きはエレメカの一種。遊戯台に開いたいくつかの穴から出入りするモグラなどの人形をハンマーで叩いて得点を競うゲームの総称である。最初のモグラ叩きは1975年加藤製作所が開発し東語によって発売されたエレメカ機モグラ退治である。 ゲーム機にコインを投入すると人工芝に覆われた台に開いた8つの穴から変わる変わるもグラが頭を出しそれを備え付けのハンマーで叩くと1点が加算されるゲームは1分ほどの制限時間があり時間内の得点を競う20点以上を獲得するとゲーム機から賞賛の声が発せられるが19点以下の場合は笑われてしまう後はその後も SF 風の UFO モグラ、対戦型の対抗モグラ、キャラクターをカッパにしたカッパ大事など様々なタイプのモグラ叩きゲームをリリースし続けた。海外にも出荷され、1980年には北京の中山公園にタチロウネズミの名称で設置された。東郷が海外に販売した製品の中ではモグラ叩きゲームが最もよく売れたという。 メディアを再生する日本のモグラ叩き統合のモグラ退治の大ヒットに伴い、当時のアミューズメント市場では、競合他社からも多数の類似商品が発売された。その中でも1981年に発売されたナムコのお菓子大作戦は、筐体がケーキをモチーフとした外観で、そこに救うピョコタンというモンスターをハンマーで叩いて撃退数を競うという、 女性受けしやすい、親しみやすいデザインによりヒットした。技術的にもキャラクターの駆動部には、電磁浮遊方式を採用する等、機構部品を一切使用しないという新設計により、故障率が本家のものより大幅に低下してたなど有料な設計でもあった。ちなみに特典表示に、セブンセグメント LED が初めて採用されたタイトルでもある。 この他にも、ナムコは1989年に水平方向に、開いた穴の奥から顔を出すワニを叩くという、ワニワニパニックを発売し、こちらもヒットし、ロングラン製品となった。ワニワニパニックのヒット以降オーソドックスな、モグラ叩き機は減り、ナムコのエレメカシリーズを筆頭に、セガエンタープライゼスによる、モニター上に映る、縦横無尽に動くターゲットを、ハンマーで叩くという、 従来の機械式機種では味わえないビデオゲームと融合させた仕様のタタコット、コナミによる6個のターゲットパッドをランプの指示に従ってパンチで叩く仕様でモグラ叩きを縦にした構造であるパンチマニアホクの剣など各社から趣向を凝らした機種が登場したゲーム機以外にもモグラ叩きをモチーフ発展させた製品が発売されておりネットより発売されたパチスロ機 もぐもぐ風林火山や前述のワニワニパニックを高齢者向けリハビリサポート機としてカスタマイズしたワニワニパニック RT などが存在する。アミューズメントゲームだけではなく家庭用の玩具としても数多く発売されている。1977年バンダイから発売された純玩具モグラタタキゲームはモグラタタキゲームがすでにアミューズメントマシン市場で 大ヒットしていたこともあり、100万個を超える大ヒットとなった。バンダイと南部工業株式会社の共同開発商品で、南部工業の開発デザイナーだった田辺敏之が原案、デザインをした。この商品は、社会現象にまでなり、政治家の顔を使ったモグラ叩きなども出回った。その後、ウルトラマン怪獣叩きゲーム、 ゴキブリ叩きゲームといった類似玩具を発売するが、こちらはヒットしなかった。その他、家庭用ゲーム機のファミリーコンピュータでは、1989年に IGS よりスーパーモグラ叩きポックンモグラーが専用のマットとハンマー付きで発売された。家庭用の玩具ではモグラを機械的に上下させる、代わりに頭頂部の LED を点灯させることで叩く、タイミングを知らせる。 使用の商品がある。次々に頭を出すモグラを順に叩く様から、抜本的ではない対象療法的な対策の比喩として用いられる。開発スピードを重視しすぎるなどして、バグの修正が困難となったアプリケーションに対して、用いられることがある。70年代メダルゲーム誕生。一般社団法人日本アミューズメント産業協会。2020年4月21日閲覧。 千日差し払い、日本北京少年人道優勢在中山子、話、北京日報1980年4月30日付、第2版。浅草花屋敷名予園長、高い発営のインタビュー記事、S、プロジェクトマネージャーが知るべき97のこと、もぐらたたき開発を避けよう。ありがとうございます。